堀江崎地明治40年8月18日は、明治時代の青森県において、洋風建築を多く手掛けた大工塔領である。青森県広崎市出身。広崎の各船長に生まれ、祖父は、広崎藩の御用大工。洋風建築の専門的な教育を受けたわけではなく、青森県で最初に洋風建築を手掛けたと言われる塔領今常吉に。 技術を教わったとも伝えられるが、1879年、1889年と二度に、渡る北海道での開拓士関係の工事に従事する、間に、函館や札幌の洋風建築を研究したと言われている。東欧義塾校舎、消失、東欧義塾校舎、消失により改めて建築されるもまたも消失により、現存せず、佐々木義太郎邸、布吉美、 消失により減損せずなど、都道後から彼の洋風建築は始まっている。これらの建築物は、いわゆる義洋風建築の様を呈していたが、1896年に、広崎に新設された、陸軍第8師団の建設工事を手掛けるようになってから、さらに技術が洗練されていったと思われ、晩年の建築物は、洋風建築の構造の特徴をほぼ完全に踏まえた、 ものが見られる。彼が手がけた建築数は1500棟を超えると言われているが、はっきりわかっているものでは、陸軍施設、第59銀行店舗、東欧義塾及び日本キリスト教団協会、県内各地の小学校において、彼の受け負い工事がよく確認されている。また、洋風建築だけではなく、広崎城本丸石垣修復工事や、市内の川修士、 長勝寺などの修理も手掛けている。なお、1908年には、生前の功績を称える、当領堀江咲吉王記念碑が、第59銀行の頭取だった、大道寺重吉ら20名が、発起人となって、市内道屋町にある最小院の境内に、混流されており、高さ約7メートルに及ぶ石碑には、工学博士、古市君武,武により記号されている。 また、後進をよく育てており、長男彦三郎、四男伊三郎など、六尾金蔵、七男孝二、助田基本店、別邸、九代五十九銀行青森支店など、や、西谷一助などなど、彼の下で働いた人間も多くの洋風建築、近代建築を残している。ありがとうございます。